田宰おさむ展示室、三鷹のこの小さい家では、芥川龍之介の生誕130年を記念して、田宰おさむと芥川龍之介にゆかりの深い、新宿区立新宿歴史博物館と北区田端文志村記念館との共同で、田宰おさむと芥川龍之介展を開催しています。芥川龍之介と田宰おさむは、残念ながら、 両者の直接の交流はありませんしかし、太宰が終生心の中に宿し敬愛した作家が芥川でした芥川の名を書き殴ったノートやポーズを真似た写真も残り多感な青年期におけるその浸水ぶりが伺えます芥川の死から約8年後文芸春秋社が芥川賞創設 記念すべき第一回、太宰は惜しくも自責となります。その後、選考委員の川端康成と佐藤春夫に、次回は自分に賞を授けてほしいと、4メートルを超える書簡を送って哀願しました。これらの出来事は、太宰の芥川への執着心が露呈された事件として、今日まで語り継がれています。 芥川隆之介と太宰治は、共に身近な東西の古典を自己流の文学作品に昇華させた作家です。例えば、芥川作品の中で抜群の知名度を誇る羅生門、藪の中などは、今弱物語集を下敷きに、花、芋粥、地獄編などは、今弱物語集に、宇治周囲物語を加えて着想を得ています。 太宰は特定の古典に関わらず幅広いジャンルに挑みました中世の歴史書「吾妻鏡」を「右大臣さねとも」に浮世草子で名高い井原西閣の原点から新尺諸国話を編み本来子供たちのためにあるおとぎ話を大人がうなずくおとぎ草子に草案するなど多彩に腕を振るいました通常こちらのコーナーでは 太宰治の油絵をはじめとする書画を展示していますが今回は共同企画展ということで北区田畑文志村記念館の協力のもと芥川龍之介の書についても展示をしています芥川龍之介の生誕130年を機に開催されることとなった共同企画展ぜひお越しください